30秒取ってる心電図は、うん、まあ規則正しく打ってるから不整脈は出てないと思います、うん、そんでここか、ここは心電図を読んでくれてるわけですけど、心拍数が156で、左軸変異っていうのは左に心臓が大きいよと、うん、それから左膀胱間、左の心臓の上の方が大きいよという所見が出てます。だから心臓あのチャクちゃん大きいは大きいんです、ちょっとね、うん、ただレントゲンで見ると、うん、チャックよりもプリンそういうことですね、うん、じゃあプリンちゃん